どうもわっさビアンバイドなすびです。よろしくお願いいたします。はい、ですね、まあ連続撮りなんですけど、ちょっと釣り具屋さんでお買い物をしてきたんで、それのご紹介でもしてみようかなと思います。今までなすび TV では、釣り具屋さんでこんなもの買ってみたみたいなあの動画撮ったことなかったんですけど、まあ、需要があるのかどうかわかんないんですけど、一回試しで撮ってみようと思います。まあ、こういう需要と供給、需要っていうのは、あの再生数で僕の動画やったら特に出るんで、まあ、結果がわかるんで、まあ、一回こういうのも撮ってみようかなと思って、今に至るというわけです。はい。で、僕結構釣り具屋さんで、釣り具を買うんですけど、まあ、本職もちろん琵琶湖ガイドなんで、結構釣り具使うというわけで、まあ、いろいろ買います。小物類からルアーまでフック進化。たくさん買いますね。で、よく行く釣り具屋さんが、まあ、あの、家とか、まあ、マリーナから近い、まあ、アングラーズ片田ってですね、アングラーズ片田店さんが、一番多いんですけど、まあ、場所によっては、一休森山店さんだったり、まあ、ブンブン大津店さんだったり、まあ、そういうところに行きます。もちろん、バス専門店、セブンパームスさんとかもあるんですけど、まあ、そちらも行ったりはしますね。まあ、でも一番多く行くのが、まあ、アングラーズ片田店さんですかね。っていうわけで、今回はアングラーズ片田店さんではなくて、一休森山店さんにちょっと動画に用事があったので、そちら行ってみました。で、それをちょっと紹介していこうと思います。現在今僕のスポンサーで、本当にいいものをちょっとどんどん伝えていこうかなと思いまして、買ったリアルなものなので、まあ参考になるかなと思います。まず一つ目の、はい、こちらです。 HU400 です。はい、僕もとてもお世話になっているハイドアップ製品 HU400 ですね。今現在僕ディープクランク使う上で HU400 をまあ愛用しているんですけど、まあ、なんでこれ HU クランクって、まあ、200、300、400とか、まあ、もっと浅いモデルもあるんですけど、なんで400にしたかっていうと、今現在ウィードが新芽が生えたばっかりで、まあ、そんなに背も高くないんで、まあ、レンジ的にまあ400がぴったりかなという方で使ってます。で、春は結構ねブリブリ系のアクションが効くんで、で HU400 は露骨に HU クランクシリーズの中でも、もうこの何ですかね、ロールっていうかウォブルがめちゃくちゃ強くて、タイトっていうか、まあロールが、ウォブルがめちゃくちゃ強いんで波動がとても出ます。で、なおかつ HU クランクの特徴のライザーアクションって言って、まあ、ウィードに当てた時のほぐしやすさ、ほぐれ方が尋常じゃなくレベルが高いんで、 HU クランクは結構愛用してますね。で、本当はこの HU クランクのハイレモンっていうカラーがあって、それが、僕的神カラーなんですけど、売ってなくて金黒買いました。ちなみに HU シリーズの金黒もまあまあ神レベルに釣れます。なので、まあ金黒も結構強いですね。はい、まず HU クランク HU400 の金黒を買いました。じゃん。はい、次です。次は、FC スナイパー16ポンドを買いました。まあ、今までラインとかは、まあ、ライン結構いろいろ使うんですけど、まあ、結構 FC スナイパー使う率高いですね。結構シーガー社 のフロロマイスターっていうボビー巻きのやつがよく使うんですけど、ここぞという場面で結構高いリール、高いライン買ったりしますね。FC スナイパーだったり、モーリス社から出ているアブソルート AAA とかも使いますね。これも FC スナイパーも結構僕の中で信頼が厚いんで、これ買いました。16ポンド。はい。はい、次です。次最後ですね。はい、次、これ買いました。流儀社のこれです。ウェイテッドピアスの40です。これ僕愛用しますね。もともと石黒西春店さんでおられました変態カリスマ店員、加藤さんっていう、まあ、スタッフさんがおられるんですけど、その方が編み出したスタッカーオリジナルを使ったスタッソっていう技なんですけど、それにはこのフックがまあ推奨されてて、このフックめちゃいいですね。40スタッカー5インチに対しての 40ですね。スタッカー 3.5 インチとかやったら、30とか使ったりするんですけど、40これ結構消耗品なんで、結構なくなるんで、結構連続
まあ、3パックずつぐらいなくなり次第買ってるって感じですね。もうこれめっちゃ消耗品です僕の中で。はい、はい、以上です。はい、AQ400 ウェイテッドピアス40、そして FC スナイパー16ポンド、もうこちら今回買いました。毎回こういう動画、まあ、僕が結構ほんまにリアルにいいものを買ってるから、まあ、需要があるか分かんないんですけど、まあ、一回これ上げてからちょっとまた、まあ、需要があるようならば、また引き続き釣り具屋さんで買うたびになんか、アップしていこうかなと思います。はい、まあいいね、いいなと思ったらグッドボタン押してください。そしてチャンネル登録も、よろしくお願いいたします。はい、とりあえず、釣り具屋さんで買ってみた系の動画でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。